カラスキバサンキライヘテロスマイラックスジャポニカクウンスはサルトリーバラ科のツル植物。塩デ属のものに見えるが別属である。常緑性でツル性の判定木。全株部無毛で茎にはトゲがない。茎は緑色でまばらに分子し、その断面は丸っこくて両角はない。養心は卵形から卵状皮脂型で。 長さ5から2 8トル、幅3から1 2トル、先端は急に短く突き出して尖り、基部は円形か傭兵部で少しくぼむ。葉質は洋室で、主脈は3から7本で、砕脈と網脈は葉の表裏両面に突き出している。傭兵は長さ1から3センチメートル、卓洋の部分は短くて2から 5mm でその先端から2本の巻きひげが出る。 死有一種。果女は、傘状で一個ずつ溶液から出て、それぞれに10から20ほどの花をつける。果女の茎は扁平で、長さ2から5.5センチメートルで、幅0.7から1.5ミ、mm、リメートル。消化口は、長さ1から2センチメートル。可避片は、筒状に融合し、長さ3から4ミリメートル。大花では、 お寿司部は2から4本あって、可比変より短く、約は小さい。雌花には、糸状に耐火したお寿司部と1個のメしべがあり、中等は3列する。果実は、休憩で、計8から10ミリメートル、暗緑色に熟す。種子は、果実1個に2から3個で、楕円型で、赤活色、長さ約5ミリメートル。和名については、牧野は、 一説にとした上でカラスキ派さん嫌いであり、派の形がカラスキの広い派に似るためとの説を紹介している。薬島から伊南の琉球列島に分布し、国外では台湾、中国南部、インドシナまで分布する。海岸近くの石灰岩地から山地にかけて見られる。日本産の類似の、いわゆるサルトリーバラの類はすべて本種とは別属の塩出属。 スマイラックスに含まれる。本属と塩出属との違いは6個の可否変が互いに合着して筒状になっている点である。本属の植物は東アジアの熱帯から亜熱帯域に数種が知られるが、日本では本種のみが知られる。ただしカラスキバサンキライ属を塩出属にまとめるべきとの説が出ており、それによると本種の学名はスマイラックスジャポニカとなる。以下、 主として、初島、P781 巻の、P860 佐竹穂か、P51 池原、P252 混乱、堀田、P264 佐竹穂か、P51 千恵通る。ありがとうございます。